月曜夜10時はドランク塚地のフラット立ち食いそば。今回は静岡県富士市を走るローカル線、のどかな電車で向かうのは小さな駅舎の名物そば。そこにはそう、つかちゃんもびっくりのそば屋の姿。駅ともうつながってるね。地元の人に愛される人気店、名物店ならではの一杯に舌鼓。え、出た。いや、いや、行っちゃいますよ、つゆと。いや、うん、ドランク塚地のフラット立ち食いそば、お楽しみに。